ありがとうございます。国務大臣の副大臣を務めます。国務大臣からお願いします。はい、お疲れ様です。今日、令和2年版環境白書、循環型社会白書、そして生物多様性白書、およびいわゆる令和元年度国会事故調フォローアップ報告書、これらを閣議決定をいたしました。今年の環境白書はこちらにあるのがテーマで、気候変動時代における私たちの役割、これをテーマといたしました。今年2020年は気候変動に関してはパリ協定の本格的な運用が始まる年でありました。海洋プラスチックごみ問題に関しては昨年の大阪ブルーオーシャンビジョンを踏まえた施策が本格展開されて、生物多様性についても2021年以降の目標を議論する年であります。今年の環境白書では地球環境の危機的な状況に対応する節目の年にあたって、一人一人の行動から社会変革を進めることができることを事例とともに示しています。今年の白書を契機として環境省としてここに気候危機宣言をしたいと思います。今年現状認識として、気候変動問題が今や気候危機と捉えられていることを白書として初めて明記をしました。写真にあるように昨年の台風、そしてオーストラリアの火災、このように大規模な気象災害と国内外で多発をするようになりました。今後地球温暖化に伴って豪雨災害や猛暑のリスクがさらに高まることが指摘されており、まさに我々は危機に直面をしていると考えています。この白書と環境省の気候危機宣言を契機、今後多くのプレイヤーとこうした危機感を共有して社会変革を促していきたいと思います。私としても気候危機という認識をさまざまな場面で積極的に発信をして取り組みの強化につなげていきたいと思います。さらにこうした危機の解決に経済社会全体の社会変革が必要だと、こういうような図で示してみました。この図に表したように地球環境への悪影響が人間環境にも人間活動にも悪影響を及ぼす。例えば気候変動によって極端な豪雨による水害、そして熱中症の増加などの悪影響が環境基盤から人間活動、経済社会システムに及んでいますが、これは人間活動、経済社会システムがさまざまな形で環境基盤に負荷をかけた結果でもあります。この問題の解決のためには今の経済社会そのものを持続可能でレジリエントなものに変革をしていく社会変革が不可欠です。そのような社会変革に向けて政府、自治体、企業、そして私たち個人による行動と協働が重要です。今年の白書では衣食住や交通、働き方など私たちの一人一人から始まる社会変革の事例を取り上げています。例えば先週私が記者会見でも申し上げた地産地消にも関連してオーガニックをキーワードとしたまちづくりを進めている木更津市の事例、そして羽毛リサイクル率 100% を実現するグリーンダウンプロジェクトの事例、また環境省も今回補正の中でも推進をしていますワーケーション、このワーケーションをしながら地域の課題解決を実践をしているユニリーバジャパンの事例など、こういった事例も紹介をしています。また自治体、企業といった政府以外のプレイヤーの取り組みにも焦点を当てています。おととい6月の動画には気候変動対策に積極的な企業の皆さんと意見交換を行って、 CO2 排出量をリーマンショックの教訓を生かして、あの時は1回リーマンショックで排出は下がったけど、その後リバウンドしてしまった、今回はこのコロナで CO2 排出が相当下がった後決してリバウンドをさせてはならない、こういった危機感を共有をすることができましたが、例えばその出席をしてくださった企業の一つはデパートとかやっている丸井さんでしたけども、この丸井からは自社のクレジットカード会員の多くがアンケートを取ったら再生可能エネルギーに関心を持っていることが分かった、そしてそういった会員の皆さんにこれから丸井さんが再生可能エネルギーへの切り替えをサポートしていきたい、こういう取り組みの紹介もありました。そしてスーパーなどをやられているイオン
さんからは、自社の店舗に太陽光発電を積極的に設置をしている、今後敷地外での設置も含めてさらに再エネ利用を拡大をしていきたいというお話がありました。こうした企業の取り組みも含めて私たち一人一人そして一社一社からまた一地域ができることがあってそこから始まる社会変革を促すのがさまざまこの白書でも紹介をされております。冒頭申し上げたように今年は地球環境の危機的な状況に対応する節目の年であります。またこの白書の一つの章を新たに設けましたが新型コロナウイルスという新たな危機に見舞われた年でもあります。しかし忘れてはならないのはコロナの前からある気候危機であります。これらの危機をチャンスに変えていくためにはこの最後のスライドでお示しをしたように脱炭素、循環経済、分散型の社会への3つの移行によるコロナ後の新たな経済社会の再設計、リデザインを今後これまで以上に関係府省、自治体、企業、そして国民の皆さんと連携して進めていきたいと考えています。多くの皆さんにこの環境白書をご読みいただいて地産地消など社会変革につながる具体的な活動の輪を広げていただけるようなきっかけにしていただきたいと思います。なお今回宣言をした気候危機宣言は COP25 の前に NGO そして若者たちとの意見交換においても若者からの意見も気候危機宣言ぜひしてほしいそういった声もあったことも踏まえたものでもあります。今後まさに気候危機というのは次の世代の将来のこの地球の環境を考えることでもあります。この次世代を担う若者とともに経済社会の再設計リデザインを進めていきたいと思います。今日は本当私からは以上です。質問を一度行われる話題になったら初めに関してはブシテリフさんお願いします。フジテレビの加藤です。よろしくお願いします。環境白書で今先ほど話がありました気候危機宣言ということですけれども今まで一応気候変動問題として、まあ、日本でも言われてあえて気候危機を宣言しなければいけないと思ったのはその理由それとあと気候危機を宣言した後、まあ、具体的な事例いろいろ挙げていただきましたけどやっぱ国民一人一人にどういうことを、まあ、考えていかなきゃいけない時代に来てしまったのかということを改めてお伺いでやりますでしょうか。はい、先ほど申し上げた通りまずこの白書で初めて気候変動が国際社会の中ではもはや気候危機と捉えられているそういったことを明記したこのことがやはり環境省としての気候危機宣言に至った一つの大きな要因でもあります。そしてそれに加えて私自身環境大臣になって以降国際社会でさまざまな方と意見交換する中で圧倒的に日本の取り組みが国際社会に伝わっていないそしてまたまだまだ不十分なところもある中でこのコロナの危機に今覆われているようなだけどコロナの前からあったこの気候危機というのを忘れてはならないそしてだんだんこの経済社会の活動が今少しずつ再開をされていくにあたってここでリーマンショックの時のような CO2 排出がリバウンドをしてしまったということをもう一回繰り返すことは絶対にあってはならない。その危機感がこの気候危機宣言につながっているそう考えていただければと思います。それにあたってじゃあ一人一人がどういったことができるんだろうか小さなことでも大きな結果につながると思います。まず今回の白書でも指摘をしていますが私たち一人一人のライフスタイルに起因している温室効果ガスが全体の約6割これだけで占めるという研究結果が紹介されていますから私たちのライフスタイルを変えていくことができれば大きく世の中は変わるんだそういったことの証左だと思います。ですので、まあ、例えばですね先日もこれからレジ袋の有料化進むという話も紹介をしましたが例えば今日この後に買い物に行かれる方がいたらレジ袋を使うのではなくてマイバッグを使うようにしていただくことそして今までペットボトルで飲み物を飲んでいる方はまたコーヒーショップに行くときにマイボトルを使うとか
そういった一つ一つの小さなことでもあると思います。またあんまり知られていませんが、 CO2 排出が最も多い一つの業界としてはファッション業界も挙げられます。作られて販売されている新品の服の半分は一度も着られずに廃棄をされる。こういったことを考えるときに、ファストファッションの光と影というのもよく言われますが、これから本当に必要なものは買う、だけどよく考えてみる、そうじゃないものは買わない、そういったような消費行動の変化、こういったことにもつながっていくことが期待をされますので、私としてはこういった現状を知ること、その知るきっかけを作るっていうのは環境省としてすごく大事なことだと思うので、さまざまな情報を世の中に対して、お届けをして、それが結果として一人一人が動くということにつなげていければなと思います。今回のコロナでライフスタイルの変化が確実に一人一人に訪れていると思います。私も改めて家で自分で料理をしたりとか、ご飯を食べる機会も会食ほとんどないです。そういったことで地元の今横須賀や三浦の農家さんから直接ネットのサービスで野菜ボックスが届いてという形で食べていると、自然と食べ残しも減ります。だからこそ地産地消も含めて、先日お話したように自分で一つの行動をやってみると、結果としてそれが連鎖をして、次々に結果としては低炭素型、そして脱炭素型のライフスタイルが根付いていくのではないかな。ぜひこの機会に、環境月間でもありますし、気候危機から一つ一つのアクションがさらに強化されることを期待しています。記者さん、所属の名前になってください。経済新の竹志です。よろしくお願いします。気候危機宣言なんですけれども、今外国ですとか、あと自治体で、気候非常事態宣言というものがすでに出ていますが、気候危機宣言がこれに連なるものなのかということと、あと、ちょっと言葉の表現として、非常事態宣言とは違うんですが、例えば英語にしたときに、クライメートイマージェンシーになるのか、あとクライシスになるのかというのはちょっと違うと思うんですけど、このあたりの関係をお願いします。今、全世界の議会なので宣言をされている気候非常事態宣言、これは基本的には政府が宣言をするというこの以上、議会の方から宣言をするというのがほとんどであるというふうに承知をしています。そして今回国会の方では見送られているという報道がありますけど、日本の国会でもこの気候非常事態宣言を決議しよう、これを目指す議員連盟が全ての政党が参加をした形で作られて、今回の国会では見送りなのかもしれませんが、きっとこの動き自体は止まることがないだろうというふうに思います。ですのでこの気候非常事態宣言は議会の方でやっていただくことがあるのであれば、それはまた大きな危機感の共有にもなりますので、まず我々としてこれは日本政府として初めて中央省庁による気候危機宣言でありますから、今後それを英語でどのように言っていく方が国際社会にも正確なメッセージが伝わるのかよく考えた上で、最近私もさまざまな外国との媒体談、そして国際会議のウェブでの参加、こういったこともやってますので、そうよく考えて決めていきたいと思います。はい、毎日新聞の鈴木です。よろしくお願いいたします。私からは、雪不足動物の中でも発電性など人体の健康影響と指摘されている PFOS、PFOS についてお聞きします。環境省が昨日、国内の地下水などの汚染排出調査の結果を公表しました。13都府県の39箇所で国の暫定目標値を超え、第二成分基地や工業地帯の周辺などで水質が広く汚染されている実態が浮かび上がりました。これらの物質について国は製造などの規制を進めていますが、消防機関や自衛隊などで PFOS、PFOS は内容の泡消火薬剤が現在でも大量に保管、使用されています。規制強化に向けた環境省としての今後の対応を聞かせてください。はい、今鈴木さんからご紹介ありましたのは昨日公表した全国存在状況調査であります。今回170地点で調査を実施して、その調査結果を取りまとめたものでありますが、環境省はそれに先立って
中央環境審議会での議論を経て、PFOS および PFOA の水環境に関わる暫定的な目標値、これを5月28日に設定するとともに、その値を超えて PFOS および PFOA が検出された場合には、例えば地下水などを水源としている井戸などの所有者に対して、飲むことを控えるように、助言するなど、地方公共団体が対策を講じる場合の参考となる対応の手引き、これを厚生労働省とともに策定をして、6月の2日に通知をしたところであります。これから各地方公共団体には、地域の実情などに合わせて、この手引きを参考として活用していただいて、対応を検討いただきたい、そういうふうに考えています。なお、水道水につきましては、厚労省から水道水業者に対して、各浄水場において水質管理を徹底するよう要請がなされており、今回の全国存在状況調査地点の河川水等を原水とする浄水場すべてにおいて、浄水、水道水中での PFOS 及び PFOA の濃度は暫定的な目標値を下回っていたと承知をしています。環境省では今年度の追加的な調査の実施、そして今後も引き続き関係省庁及び関係地方公共団体と連携しつつ必要な対応を検討していきたいと思います。沖縄大使の又吉です。今の関連で沖縄県内ではですね、4月にも米軍普天間飛行場での PFOS というのは消火台の漏出事故が発生してまして、県民の目に見える形で PFOS の漏出が起きています。PFOS の排出源と疑われる米軍基地への立ち入り調査の必要性と、今後の汚染源対策も含めて大臣のご質問をお願いします。はい、まず政府としてはこれまでもアメリカ側に対して沖縄県が要請している米軍基地内の立ち入り調査について働きかけを行っているところです。環境省としても昨年度実施した全国調査の結果を踏まえながら立ち入り調査の実現に向けて関係省庁と連携して適切に対応してまいりたいと思います。加藤さん、お帰りです。新聞の水戸と申します。今日気候危機宣言というのを出したということなんですけど、具体的にこれ宣言を出した後、この宣言というのを使って何か環境省として打ち出していく施策とかアピールというのがあるのかというのは、あとその一人一人の行動変容ということで、まあ、ワーケーションを挙げられてたのも例に挙げられてたんですが、昨日協議会の方とかと意見交換されまして、何か具体的に政府の施策として参考になりそうなこととかっていうのがありましたら教えてください。はい、ありがとうございます。まずこの気候危機宣言を契機に、より力を入れていかなければいけないのは、今後のコロナ後の経済社会の再開、そして気候変動対策を一つの柱として、政府全体で進めていけるように、私も汗をかいていきたいと思います。ヨーロッパではグリーンリカバリーというふうに言われます。よく電気自動車の導入支援、そして住宅の CO2 が低排出になるような支援、そして例えばですね、ヨーロッパなどで行われているのは、このコロナで影響を受けている企業が政府から資本注入を受ける場合に気候変動対策計画が、そういったことを義務付ける、さまざまな取り組みが各国で出されています。それぞれ独自のもの。今後、例えば9月には私が呼びかけをした形で COP のオンラインバージョンというか、そういった場も開催をされる予定でありますし、そこでまさに世界を共有するのが、各国どんなグリーンリカバリーを考えているのかというのが共有されます。そこに日本は、まあ、いわば日本版のグリーンリカバリーというのはこういったものである、こういったことでどのような柱を作って国際社会に対してもしっかり打ち込んでいけるのか、これをこれから作らなければいけない、その元になっている思いというのは、今の状態を気候危機だと捉えているんだ、その問題意識は確実に世界に対して伝える上で一つの大きなきっかけなのかなと思っています。そしてワーケーションのことがありました。昨日三重県の鈴木知事、今回三重県もワーケーションに力を入れたい、ちなみに三重県と環境省は国立公園の伊勢志摩国立公園でさまざまな連携をやっています。
そしてもともとワーケーションにいち早く取り組んでいたのが和歌山県と長野県で、この自治体協議会がすでにできてますの で、その3社から意見を伺ったところ、3社とも特に言われていたのはワーケーションを政府を挙げて省庁横断で推進してもらいたい、そしてこのワーケーションの中にさまざまな可能性をそれぞれに感じておられて、特に今後コロナで地域への東京一極集中から分散型社会への移行というのが確実に今その機運ができている、そしてリモートワーク、テレワークが進んだことでオフィスに限らずさまざまなところから働けるということも分かってきた、今こそワーケーション、そういった中ではまだワーケーションという言葉が認知が低いなって、その認知を上げていくような広報に対する支援、こういったこともぜひ環境省また政府全体でも取り組んでもらいたいという話がありました。自治体協議会の中では今政府に対する提言を作成する動きがあるそうです。でそういった提言も今後我々の方にも届くでしょうから、そういったことも受けて環境省がワーケーションということだけではなくて、結果さまざまな省庁も関係しますから、そういったことを政府全体の取り組みにつなげていくことも自治体の皆さんの声を受けてしっかり扱っていきたいと考えています。日本テレビの後半です。環境行政のことではないんですけれども、自民党内のちょっと動きについてちょっと大臣のご見解をお聞かせいただければと思います。自民党内で衆議院の比例代表制ですねについてなんですが、73歳で定年を迎えるべきというこの規則に対してですね、廃止を求める動きが一部で今起こっております。でこの動きについて自民党内で青年局長も務められた大臣のご見解をお願いします。反対です。まあ、自民党の中でも、青年局が動くんじゃないですか。これは自民党の青年局魂が発揮されるところだと思いますね。そして定年制の話がありますけど、まず小選挙区は定年ありませんから、人生100年時代と合わせて今回は比例の定年制を見直せという動きがあるそうですが、小選挙区であれば人生100年時代との以上に100歳であっても200歳であっても小選挙区は定年制ありません。だから私は反対です。NHK の吉田です。話が出てましても申し訳ありません。気候危機宣言のことで2点ほど伺いたいことがあります。念のための確認なんですが、今回気候危機宣言を発表したということで、念のためなんですけれども、こちらは政府としての共通認識ということでよろしいでしょうか。あとまたですね、一人一人の行動の変容が大切だということではあるんですけれども、環境省や政府も、プレイヤーの重要なプレイヤーの一人として考えられるわけでして、今後、火力発電のですね、依存度を可能な限り引き下げていくことですとか、国内で、溜まり続けるプラスチックごみの処理をどうするのかですとか、またまた今回の環境白書からさらに今後につながる問題も多く山積していると思います。こうしたこと問題についてですね、気候危機宣言を出したということを踏まえた上で、今年度以降どのように取り組んでいくのかお考えをお願いします。はい、まずこの環境白書は閣議決定であります。今朝その閣議で私が環境白書のポイント、そして今や気候危機と捉えられている、これを初めて明記をしましたというふうに私はこの閣議でも発言をしていますが、ですのでこれは政府統一のものですかと問われた場合は、この環境白書に示していく今回もその気候変動が気候危機と捉えられているということは政府の統一の見解です。でこの気候危機宣言、これは環境省独自のものです。これを受けてですね、他の省庁そういった危機意識を広げていければと思っています。で政府の取り組みも大事だというのは全くおっしゃる通りで、だからこそ環境省は他の省庁に先駆けて2030年まで10年間かけて
再生可能エネルギーの調達 100% です。R 以上。でそれが河野防衛大臣の防衛省が R 以上アンバサダーになると、こういう画期的な動きにつながって、まあ、今後引き続き防衛省とはさまざまな連携を深めていきたいと思いますが、これも危機意識が広がっている表れだと思います。そしてプラスチックのお話も今触れられましたが、実は大臣就任後政府のさまざまな会議に出る機会の中で気づいたことの一つは、ペットボトルが政府の会議でも普通に水として出てくるんです。でだいぶ私も環境省の職員の皆さんのおかげでペットボトルを見ると、バイオマスプラが入っているのか入ってないのかとかいろいろこう感度がありますから、見て、これ全く入ってないなと。リサイクルプラ 0% ペットボトルだなってのが、ある会議ですね、一度行っても変わらなかったものですから、何度も言いまして今でもそれが変わることになりました。こういったように小さなことでも環境省が率先して変えていく、こういったことを実践をして政府全体がこの気候危機の危機感を高め取り組みを強化する、これにつなげていけるようにしたいと思います。共同通信の坂本と言います。よろしくお願いします。私の気候危機宣言についてお伺いしたいんですけれども、大臣からの宣言をしたいというお話があったんですけれども、何か改めてですね、宣言文書みたいなものを作られるのかということと、合わせてその中にですね、今後具体化していく政策だったりだとか、それによる効果、あるいは目標設定などを盛り込むお考えがあるかお聞かせください。はい、宣言を改めて文書にするかはちょっと検討してみたいと思います。特に私の問題意識としては、若者の意見交換との中で若者側からぜひ国にも気候危機宣言をしてもらいたい、そういった思いも私の頭の中にはずっとあったものですから、まあ、仮にこれから宣言文のようなものが作られるとしたら、できる限りもう私の思いがその宣言に出ているというだけではなくて、そういった若者の思い、そういったこともそこに加味することも大事なのではないかなと。まずは気候危機は一番影響を受けるのは次の世代ですから、そういったことは今後考えていきたいと思います。そして環境省としてこの気候危機を受けての取り組みの強化は、今さまざまな面で取り組みの強化をしていますが、今後骨太、そして成長戦略、来年度の概算要求、こういう国の政策の推進の中では中核となるさまざまな政策決定プロセスが出てきます。その中で一つ一つの環境省から政策をぶち込んで、今までの成長戦略、骨太、概算要求、それと見たときにメッセージがより分かりやすく強化されたものとなるように、今事務方環境省一丸となって取り組んでいるところであります。はい、お待たせします。監修した環境省の小峰でございます。先週の金曜日 の、 河野大臣の記者会見の発表、それを受けてのまた今週火曜日 の、 小泉大臣の、防衛省と環境省との、災害廃棄物だけじゃなくて温暖化問題への連携強化のご発言がありましたけれども、そもそもその環境と国防というのは親和性があるんじゃないかと思うんですけれども、大臣のその辺のお考えをお聞かせ願いたいことと、それからですね、ちょっとエピソード的な話になるんですけれども、この環境省のある中央合同庁舎広報館というのはですね、終戦後昭和20年10月までですね、海軍省および海軍参謀本部の軍令部のあったですね跡地なんですよね。何か縁起があるようなというふうに思うんですけれども、大臣は海軍省および海軍軍令部の跡地にこの環境省ビルが建っているということはご存知でしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。まず環境と防衛、国防、これは信用性があるのではないかという皆さんのご指摘でありますが、全くその通りだと思います。今環境省と防衛省でこれだけ連携を深めている、その元になっている思いは、やはり国家の自立、そして生存、そのためには国民の生命財産が持続可能な形に
なっていかなければならない。特に自衛隊という国防組織、防衛組織は自己完結がいかにできるかというのが最後の扉として大きくその強靭性に問われると思います。環境省が今回再生可能エネルギーでの連携を模索をしたり確実に強化をしているのはそういったことにプラスになる、そしてその思いを共有をしていて、なおかつこの気候危機というのはその国家の安全保障の問題でもある、そういった認識が国際社会には広がっています。特にその認識を防衛省も共有をいただいたからこそ気候変動の適用推進会議に新メンバーとして加入をしたり、そして私が国際社会の場で防衛省がそこに参画をしている取り組みが国際社会からは非常に高く評価をされていることも小宮さんがおっしゃる通り、世界もその環境と国防、国家の安全保障、気候危機というのは国家の安全保障に関わるのか、これを共有している中でここまで具体的な取り組みを日本がやっているとは思わなかったから、そこに対する評価だと思います。今後も引き続きできる強化を知恵を絞ってさらに深めていきたいと考えています。2点目に、この5号館の庁舎内の敷地内に旧海軍省、旧軍令部、その石碑が書かれて置かれている、そういったことを私も耳にして、早速ですね、この小峰さんのおかげでもありますので揮毫されたのが中曽根元総理なんですよね。私からさっきお孫さんの中曽根康隆議員に電話しまして、知ってた、そうなんですか、そうなんだよ、だから今度ちょっと一緒にそれを見に、そういう話をしましたので、ぜひその時は小峰さん一緒に行きましょう。ちなみに防衛省も敷地一街の中には私の祖父が防衛庁長官の時の碑があります。そこは見に行ったことがあります。本日の会議以上でありがとうございました。